どうもジロアンレーシング代表の小林慎之介です。いや昨日実はですね、津賀池でちょっと僕友達がね主催するフットサルに誘われて行ってきたんですよ。でまあその友達はね津賀池がローカルなんですけども、長野県の、フットサルのねフットサル選抜ですよね、選抜チームの監督をしたりとかして、本当にフットサルは要はその遊びじゃないんですよ。ものすごくもうガチなんですよね、ガチ。で、そこにはね、やっぱり、彼が育てた教え子とかね、小谷村とか、白馬、周辺のね、フットサル好きな子たち、もう運動能力がね、半端じゃないですね、やっぱり。スキーでもともとナショナルチームだったりとか、あとはもともとサッカーやってたりとか、あとはフットサルでプロチームに所属してた子もいて、もう全然体のキレとかね、もう体の使い方が違いますよね。そりゃそうだなとは思います。僕もスキーでこれだけやってきてるんで、昨日今日始めた人と一緒の体の使い方であっては困るんですけども、やっぱね、なんかもう全てが違ったというか、逆に言えば僕そのなんかプロフェッショナルなそのガチで中でやるのが結構やっぱ好きなんですよね。なんていうのかな、こう何か、ボールであったりもそうなんですけども、ガチでボールを追いかけたりとかっていう瞬間ってやっぱり自分には必要な時間なんですよね。本当に例えばジムの中でトレーニングするとか、筋力アップさせるとか、いろんなね要素で、目的に合わせてトレーニングってあるかと思うんですけども、やっぱりそのボールに対してね、全力でそこで取り行くとか全力で止めに行くとかっていう瞬間って、要は本気の瞬間ですね。闘争本能が研ぎ澄まされるような瞬間でも、それっていうのは研ぎ澄まされるような相手じゃなきゃいけないんで、なんかやっぱりそういう場所をいつも僕は求めてるんで、やっぱりレベル高いところにいつも身を置きたいんですよね。そうすると自分も磨かれるんで、なんでね、週に1回ぐらい開催してて、僕も行けるときは行きたいなっていう感じですね。特にスキーやってると股関節がガチガチにこう固まってね、動かなくなっちゃうんで、コントレっていう意味でもやっぱり走るっていうのは、人間の運動の基本だなと思ってるので、これからもちょっと行けるときは行きたいなと、ただしね、怪我だけには気をつけて、やっていきたいと思います。でね、今日すごくちょっと僕感じたのは、この YouTube での、ゼロワンラジオもそうだし、映像で、作り込むのもそうなんですけども、あるね、その IT を仕事にしてる方、IT コンサルってやつですね、ゼロワンにも練習に来ていただいてるし、メンバーシップにもなっていただいてる方なんですけども、その方がですね、要は僕ずっとこうスキーのことに対する発信してきてるじゃないですか。でやっぱりこれが僕がいつも言ってるように、僕のコンテンツが例えばいかにね充実していようとも、やっぱりその発信していって誰かに探して見つけてもらうないと情報って全く届かないですよ。だからその僕の情報の価値ってゼロになっちゃうんで、でそこでやっぱりね、その IT のコンサルの方があるね、その図にね、図面にパワーポイントで落とし込んで、でそれを送ってきてくれたんですよね。要は僕がいつも言ってる螺旋で上手くなっていくんですよとかね、その桶に水を溜めるようなもんですよみたいな、そういうのを図にしてくれてる。僕はやっぱりその上手くなる方法っていうのを言語化して相手に伝えるっていうのが仕事ではあるんですけども、やっぱりそういう IT を使って、そういったその図面でね相手に伝えてくっていうことは、基本的にはやっぱり素人なんですよね。だからなんかそういうふうに、こういう仲間が集まってきてくれてるっていうのが、なんかこう今の自分にとってはすごくやっぱり必要なことなんですよね。なのでやっぱりこの今僕がしている発信だったりとか、全てのことですよね、それはもう本当にオンラインであろうが、オフラインであろうがっていうところなんですけども、そこでの発信の内容をどちらかというとやっぱり参加型にしたいんですよ。参加する、エントリーするのものを参加ですね。でそういう形で仲間が集まってきた時に、やっぱりその IT の目線からこのスキーというコンテンツをどうやって届けたらいいですかねっていう、これ本来お金払ってお支払いして、受けなきゃいけない、サービスである
あり、まあ、それが、まあ、その方の、ね、商品になるのでなんですけども、やっぱりアドバイスが半端ないですよ。やっぱりドローン撮影して上からライン撮りをとかね、まあその夏のコンテンツですよね、まあ、フィジカルとかそういったこともそうだし、あるいはそのまあレッスンっていうものをね、そのオンラインでまあずっとつないでレッスン風景を撮影したりとか、なんかまあそういういろんな方法っていうものがあることで、やっぱり八方に来れない人でもそのレッスンを受けてるようなそのクオリティ、まあ要はサービスの提供ができるっていう、なんかね、こういったことってすごく大事だと思うんですよ。その仲間が集まってくるってことね。もしかしたらこれ僕が今喋ってるのって、これを誰かを聞いて、まあ、誰か聞いててね、そのビジネス的に言えばそれ自分の腹の中に収めといて、で人がやってないうちにやったりじゃないかって思うんですけども、まあ、僕が目指してるところってね、あくまでも参加型なんですよ。だからなんかなんていうのか、ただねこう来てもらって僕は好きを教えて、はいお疲れ様でしたっていうんじゃなくて、その自分もそこに行って何か一つのものを作り上げたいっていう、だレストラン型っていうよりは、レストランってこう料理運ばれてくるじゃないですか、じゃなくてバーベキューがしたいんですよ僕。どっちかというとバーベキュー型でのズルモンレーシングの未来っていうものがものすごくやっぱりね今広がってきてるんですね。本当にたくさんの方が、ちょっと俺もなんかやりたいよねって。で、おそらくね、この先の、やっぱりこう、僕らの価値観ですよね。本当に、まあ日本ってとりあえず豊かじゃないですか。で、仕事を選ばなければ食に溢れることはないんですよね。コンビニバイトでも何でもすれば、その仕事がね、嫌いでも辞めなければ、生きていける、最低限一人はね、生きていけるような世の中だし、食材も安くていいものがいっぱいスーパーには揃ってる。なんだけども、なんかその先のもっと面白いことやりたいよねってなった時に、おそらくこの参加型っていう方が、これからの時代に合ってると思うんですよね。もうなんかそのお金は分かったと、そのお金、まあ経済的な豊かさの満足はまあ一通り日本人って味わったんじゃないかなって思うんですよね。だけども精神的な安定だったり精神的な豊かさ、要はここで言うのは面白いかどうかっていうのは、やっぱりねこれから皆さんそっちにドドッと流れてくるような気は僕はしてます。まあ、先ほどもね松本コーチ、まあこのゼロワンハウスは松本コーチの持ち物をねお借りしてゼロワンハウスって勝手に言ってるんでね、くれぐれもそのゼロワンの建物、ゼロワンが建てた建物ではないんですけども、松本コーチがね来て、まあ、明日からねちょっと大きなお仕事をいただいているので松本コーチにも手伝ってもらって、ちょっと軽くね鍋をつつきながらミーティングしたんですけども、やっぱり、ね、松本コーチは八方根の中で、まあ、パトロールに普段はお勤めしているので、やっぱりねすごくやっぱ面白い情報をもう運んできてくれるんですよね。まあ、ちょっと今この場ではね何とはちょっと言えないですけども、いや篠介コーチこれすっごい面白いことできますよっていうちょっとある情報をいただいたので、まあ、今後のねやっぱり、ね、その発信の要素としてはこれはもう本当に絶対やっていこうというね、まあ、でまさに自分が発信したかったことっていうのを八方をこう、まあ、舞台に、まあ様々な、まあ、なものをこう、まあ、巻き込んで、でそれこそバーベキュー型で発信していく。でも、まあ、これもやっぱり仲間なんですよね。だからやっぱり僕がそういう風な、マインドセットで、まあ、理念を掲げてやっていることがやっぱり非常に大事であると。なんかねそういう風にやっていく中で、たくさんの方がやっぱり手を差し伸べてくれる。なんか基本的に僕ポンコツなんで何もできないんですよ。不器用だし。だけどそのなんかね新之助さんには手を差し伸べたくなっちゃうんですよねみたいな人って結構やっぱいらっしゃって、これね悪くないですよ、ポンコツっていうのもなんかある意味僕の知らないことをねやっぱり本当であればね、それなんか勉強会とかにお金払って参加して学ばなきゃいけないことであっても、やっぱ飲みながらその情報をやっぱり教えてくれて、自分もそれに参加したいと。でゼロワンがもっと良くなったらスキー界の未来っていうのももっと良くなるんじゃないかみたいなね感じで、とにかく今は僕が集めなきゃいけないのはもう人材と情報だと思ってます。まあそんなんでね、明日からはまあちょっと大きなお仕事いただいているので、まあちょっと天気は心配なところではあるんですけども、やっぱり上手にねなりたいっていうね、まあこれちょっと南の方のね南国の、スキーをやられている、スキー連盟の方がまあいらっしゃって
て、でまあ僕はそれに、まあ、2日間の合宿でねレッスンするっていう、まあ、本当に遠くからね飛行機で来ていただいてるんで、もう少しでもねなんか一つでもヒントになって、で何かこうなんていうのインプットして、まあ、ポケットに何かをこう入れて持って帰ってね、で今後の自分たちのねそういうスキーライフに、まあ、役立てていただければなっていうふうに思ってます。はい、まあ、シーズンもね、まあ、ここに来て、まあ、もうすぐもう2月に入りますけども、まあ、2月、3月、そして4月か。で、まあ、あとはまあゴールデンウィークぐらいまで、まあ、本当に、まあ、あと4ヶ月ぐらいはあるわけなんですけども、もうあっという間ですよね。もうやりたいことは山ほどあるんですけど、あっという間。なんかまあそんなんでね、本当にまあこの、まあ、YouTube での発信もそうだし、まあ、メンバーシップの方もそうなんですけども、僕がいつも時間は有限だって言ってるのはここなんですよ。メンバーシップって基本的に入ったらそのメンバーシップこれまでの発信全部見れちゃうんで、その後で入った方が金銭的には安く済むんですよね、経済的に見られる。ただこれ僕今すぐ見てもらいたいですよ、今すぐ役立つ情報だと思って発信してるので早く見ないと意味ないんですよね。本当に短い人生の中で、その中で短いスキーライフ、スキーに当てる時間をやっぱり貴重なものだって考えると、もう今すぐ見てほしいんですよ。やっぱりだからそこの中で得た情報で少しでも今すぐもう本当に1秒後に練習に移してもらいたいっていう、そんな思いでねいつもこう情報発信してるので、まあそこでねしっかりと結果を出してほしいし、僕もやっぱそのつもりで動画とかをいつも作ってます。まあ、今日はね先日というか、まあ、いつかな、1週間ぐらい前ですかに、ちょっとお邪魔させてもらった和歌山県のねスキー連盟の方の合宿 と、まあ、大会の前走の、模様を、動画にまとめて、発信してありますので、まあ、そこにはね自分の滑りを自分で解説するっていうね、今しんのすけコーチが、まあ、何を思ってるのか、それね滑りに対して、どういうふうにこう改善していくのかっていうのをちょっと動画の解説付きでやってやりながら、琴美コーチの楽しい、ツッコミボケツッコミっていうものもありますので、ぜひそちらの方もチェックしていただければなと思います。はい、じゃあそれではまたね、明日からもう僕もまあ連日なんですけどね、怒涛のレッスンの日々が続きます。まあ、国体前はねちょっと自分の練習にも当てたいので、少しそこは琴美コーチに日程をちょっとプロテクトしてほしいっていうふうにお願いしてあるんですけども、まあ、それ以外はもう本当にびっしり、もう今月もびっしりだし、まあ、2月もねその結構予定がいっぱい入ってしまって、で今はもうレッスンのね方もお断りしてるようなね状態の方もいらっしゃるんですけども、もしオファーがあればぜひね お早めに連絡いただければ、01公式の公式 LINE の方から、ちょっとこの辺日程どうですかということでご連絡いただければ幸いに、思います。はい、じゃあそれで皆さん、シーズンもねこれで本当にいよいよ2月に入っていきますけども、まあ主要な大会などあるかと思います。それぞれのね舞台で必ず結果をね出していきたいなと思っております。僕ももちろん、国体優勝に、ね、向けて今調整中です。はい、じゃあスキーライフを楽しんでいきましょう。01レーシング代表小林慎之介でした。じゃあまたね。